髪の長さに自分もアレンジとかもやったことなくてまだ自分でもできそうって思いました。簡単でしょ、はい、来ていただきました。こんにちは、さあやちゃんです。さあやです、お願いします。もうね、大丈夫かな、僕もう汚いおじさんとこんな若い女の子っていうこの映画先ほどメイクしていただいたんですが、うん、もう本当に感動しました。よく言いますよ、もう僕こそ感動ですよ。で、黄色使ったことないっていうのはね、はい、うん、いやちょっと意外でしたけど、使ったことなくて、でもすごい、うん、こんな使いやすいカラーなのかと思ってびっくりしました。あ、よかった、うん、ぜひぜひ、ね、普段でも使っていただけたらと思いますけど、はい、楽しみです。まだこの髪の長さに自分もアレンジとかもやったことなくて、まあ難しいよね、はい、まだね、はい、わかりました。じゃあ今日は髪を、ね、ボブのアレンジをちょっとやらせていただきます。お願いします。はい、まずね、シーミスト、ボブになるとこう、まあ、普通にこう下ろすペタンとこう、はい、ね、落ちる場所をこうやって横の髪しか落ちてこないという印象じゃないですか、はい、でここをこうなんとかボリュームで膨らませようという考えだと思うんだけど、僕はこの後ろの毛も持ってっちゃいます。こうやって後ろの毛もグッとこうやって前に持ってってあげると、うん、ボリューム感がすごい違うでしょ、はい、この真ん中でこう分かれてくるこの毛をこう持っていく感じですね、うん、これがまずイメージできてるかどうかがすごい大事、うん、でボブの場合特にそうなんだけど、この上の毛をクンって巻いてここを膨らましちゃうんだけど、うん、すると頭の形って悪くなるからもう絶対こっち、うん、前に、うん、あ、すごいいい香り、ありがとうございます。大好きです、バニラの香りフェッチで、あ、嬉しいめちゃめちゃいい香り、いいよねバニラの匂い、うん、ね、大好きです。でこれ湿気とか汗とか、うんうん、そういうのも強いんですよ。じゃあこれからの梅雨の時期もぴったりです。でアイロンの熱とかドライヤーの熱からとかも守ってくれるんで、はい、これぜひ使ってもらいたいんですけど、うん、寝癖直しにバーッと振ってもらって十分いけると思います、うん、その時意識がさっきも言ったけども前にこの上の毛を前にこうやって持っていってあげる、うんうん、すると雰囲気が変わります、うん、僕あの CM の撮影とかもよくやるんですけど、はい、その時も絶対使えます。だからそれぐらい綺麗になるんで、はい、これいきますね。まずこのイメージ、もうこれだけでもいいじゃないですか、はい、雰囲気ね。でこの時も取れてるかな、こう前にグッと持ってっちゃうの、前に、うん、こう毛を前に挟みながら、そうそうそう、挟む、そう、これだけ、この感覚、うん、前にグッと持っていく、うん、ここの毛もね、普通だったらこっちだったと思うんだけど、はい、この毛もグッと前に持ってっちゃう。前にやったことなかった。やったことないでしょ、はい、でさっき言ってたこのトップの毛、これも前です、うん、ドライヤー乾かすときにさっきは前って言ったんだけど、はい、このサイドの毛だけはこう跳ねやすいから、はい、一回後ろにこう45度後ろにガッと乾かしておいて、うん、最後もう一回戻してあげるともう跳ねないから、うんうん、なんかよくここだけこう前にそうなっちゃって言うこと聞かないな。それはつむじの問題、つむじ、あ、そう、つむじが自分のつむじはどっち向いてるんだっていうのを見ていただいて、最初濡れてる時に軽く、反対側に乾かして、はい、それから戻してあげるともう完璧です。ここのヘムラインと言われているこの顔の毛のところね、この列ですね、ヘムライン、この列のところだけわざと反対に外に巻いちゃうのね、この毛だけ、はい、この時もこれ本当にすごい見ててほしいんだけど、見ててね、グッと前に引いてるの、グッと、意味わかる、こっち側に倒してるでしょ、はい、するとこの毛が前に向かってこうやって生えて、こうやって向いてる、なるほど、でこう引っ張るからこう向いてる、そうそうそう、でこの毛がこうやってまた内側にこうやってくるから、うん、今メリハリもすごい出たわけです、うん、締まってくる、ふわっとするっていう、で立体感っていう、すごい。最後前髪ね、はい、前髪も絶対やってほしいんですよね、はい、カール、ここはもうあの危ないなと思ったらもうストレートアイロン使っていただいてもいいから、はい、怖い人はね、前髪ってグーンと上げちゃうと、うん、もう変にポコンと折れちゃうんですよ、はい、ここがたまに失敗してない、決まらないんだよね、変な跡になるんだよね、はい、だから上げすぎないってこともすごい大事、うん、ステムを上げすぎない、だから怖いから上げちゃうんだよね、暑いのがね、うん、温度を少し下げたりとかすると、うん、多分いけると思う。あと怖い人はストレートでもいいからね、はい、はい。
もう前髪失敗すると1日落ち込むじゃん。なります。前髪で本当その日のね、あれが決まります。決まるよね、はい、ふわふわだ、ね、さらにボリュームも欲しいじゃん。はい。さやちゃん、どこにボリューム欲しいの？髪の毛のどこに欲しい？なんかいつもこのあたりにボリューム出すのがいいのかなってやつ。欲しいよね、はい、そのあたりにボリューム出すってことはこの毛がふわっとしてるってことだよね、はい、下の毛がボワッとするんじゃなくてここの毛でしょ、うん、そしたらこれトン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 とこうボリューム欲しいところに乗せていくんです、うん、ね。これを混ぜちゃう、シャンプーするようにして混ぜちゃう、うん、するとほらボリューム出たの。すごいすごいでしょこれ。なんでなんでだふわっと持ち上げてくれたの、さらに。でこれで完成。でさあこうなった、じゃあヘルシー、さっきのピンクね、さっきピンクのティントリップ塗ってもらったんだけど、うん、ピンクよりももうちょっとこう健康的な方向に行きたいなと思ったら、うん、さあティントリップのオレンジですよ、はい。でもともとティントリップってずっと俺信じてないんだけど、おじさんは、うん、だいたいピンクになるじゃん。そう、蛍光っぽく、ね、蛍光ピンクになるじゃん。これはならないんですよ。ならないの？本当？はい。ほんまやめっちゃ綺麗な俺、はい、嘘、すごいね。オレンジブラウンです。はあ、でもすごい合います。めっちゃ合うでしょ、うん、例えばちょっとだけワックスを前髪とかもう少しだけ綺麗に見せておきたいと思ったら、こうやって軽くつまむワックスで、もうそれぐらい、うん、ふわふわやね。スプレーでギシギシに固めちゃうじゃん、こういうエアリー感作ろうと思うと、はい、触るともうバチバチ、そうバチバチやねっていう、うん、これは1日簡単に自分でふわって触れば、うん、元通り、そう元通りになるの、うん、やってほしいで。でも覚えたらなんかで、ね、自分でもできそうって思いました。簡単でしょ、はい、顔を小さく見せたいとき、はい、もちろんさやちゃん顔小さいからあれなんだけど、ここを少し高くすれば、うん、この毛をこう持ってくれば、うん、顔は小さく見えてくるんですよ。ここら辺をシュッと見せてくる。そう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 、輪郭のこの辺、うん、で後の毛をふわふわにさせてしまえば、ほら、うん、顔は小さいしボリューム感も出るし、うん、みたいな、こういうバランスね。こうやって横に広げるってやり方ももちろんできるじゃん、うん、こうやって、ね、でこれ分け目変えてもいいわけですよ。ちょっと分け目を変えるだけでも印象全然変わる。ほら、あ、なんか大人っぽく感じます。そうやね、こういうちょっと折れ目を作っていくんですよ、うん、まず逆巻きに入れた、外に入れた、うん、で内に入れて、これもストレートでできます、はい、ストレートに。ただ僕ストレートだとちょっとカチッとなっちゃうのが嫌だから、うん、カールで作るんだけど、でこのまままた外に入れたにすると、うん、こういうウェーブができる、うん、全部やるの大変だから、はい、これはもう前だけでいいんです。もう前の見えるところだけで、そうそうそう、2本とか3本ぐらいこうやってやってあげて、はい、でこれをこうふわふわふわってこうぼかしてあげると、よりふわふわって、そうなのそうなので、さらにボリューム感もふわっと出る、うん、このやり方も一つ可愛いの、うん、わまたもう印象変わりますね。そうなのそうなのそうなの、うん、ちょっとこうランダムな動きのパーマに変わってきて、うん、パーマかけてるみたいな、そう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 、うん、でバランスを見てこうやって、うん、こういう今内に全部入れたやつを今度逆に外にこうやってピョンと持って、うん、ちょっと跳ねる、そう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 、こうやってランダムな動きにしていったら、うん、それだったら多分簡単にできると思うから、ここね、はい、アウトラインのところだけ外持ってってあげて、ちょっと跳ねさす、うん、と、また動きが出て、そう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 、はい、どう、うん、こんだけ動くんです、うん、すごい。今回はボブのアレンジっていうね、はい、巻き方、うん、やらせていただきましたけど、すごい参考になりました。後ろの毛を前に持ってくるっていうのがもうびっくりしました。やったことなくて、やったことなかったか、はい、ぜひぜひ、もう本当に簡単だから、うん、皆さんやってみてください。やってみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。もうたくさんのメイクを皆さんに見ていただこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。